はい、内閣府の赤井でございます。今ご紹介ありました通り、本部はナイステップで、こちらでもですね、オープンサイエンスを担当しておりまして、こっち今日お話しする話は主に内閣府の参事官としてのお話になりますけども、主にですね、内閣府では、そうですね、オープンサイエンスやデートワーク同型研究推進だとか、あとはですね、もう一つの仕事としてエビデンスベースとポリシーベイキング EBPM ということで、仕事をしております。もちろん政策研究研究者としてというか研究マネジメントとしてが本部なんですが、非常に行政と密接にお仕事をさせていただいているという立場でございます。これもご案内の通りですね、今の科学技術イノベーション基本計画は5.0、サイバーとフィジカルが融合する新しい社会ということで、今でもなくですね、データだとか、それからオープンサイエンスだとかですね、それは非常に大事なコンセプトとして入ってきております。もちろん連続社会上としてここはもちろんあるんですけども、特にイノベーションの強化、研究力の強化、教育人材育成という3つの柱があります。それぞれに、データオリエンテッドな話が入っていますね。例えばイノベーション力の強化のところには AI だとかですね、当然のことながら、その社会実装的な側面からのデータの話が入っていますね。もちろん教育人材、いわゆる教育 DX だとかですね、そういう大事に入っていますが、今日は特にですね、真ん中 の研究力の強化ですね、ここにはですね、オープンサイエンスとデータ駆動型の研究との推進って、こう割と一章しっかり設けてですね、施策を展開しているところでございます。具体的にいろんなところで言われたことあると思いますけども、さまざまなものをですね、そのデータ基盤を使って、社会を変えていきましょうということですね。もちろん環境もそうですし、農業もそうですし、医療、それからそのものづくりなどもそうということでですね、非常にデータオリエンテッドデータライフアプローチを目指しているというところでございます。で、先ほど金子理事官もお話しありました通り、オープンサイエンス、それは非常に広い概念で、その概念を規定するというのはすごく難しい話であります。人によっては、科学コミュニケーションだとか自然サイエンスだとか、そういうことも含めてオープンサイエンスの一環であるというような説明をすることもあるぐらいですね、広い概念なんです。基本的にはですね、科学の成果を誰もが利用できるようにしようと、シンプルにはそういうコンセプトなわけなんですけれども、一つやっぱ大事なこととしては、ここに言ってオープンっていうことは、ただ単にオープンっていうことではなくてですね、ただ単に広くオープンっていう意味ではなくて、もちろんそこの概念として、オープン&クローズ戦略、そうですね、とにかく広く誰もがっていうものもあるかもしれませんし、本当に人に見せるべきものではないものはしっかり守るとかですね、そういうことも含めた上でのオープンということであります。そこはかなり基本計画でもしっかり、書いているということでございます。で、今政策の実務的に言うとですね、このオープンアクセスという話とオープン研究データというのが主に2つ柱になっていまして、今日それぞれお話をしようと思っています。オープンアクセスはいわゆるその研究論文です。それとあとそれに関連する、背景データですね、これが主に扱うものです。で、オープン研究データってもっと広くですね、実験や、自然の観測の過程で生まれる、全ての研究プロセスで生まれるようなデータをどうマネジメントするかというと、これかなり広い話でして、実は政策の体系を別々に今作っております。で、基本計画で言いますと、この下の方のオープン研究データもやや先行して、オープンアクセスの方は少し G7 に際してかなり加速したところもありまして、やっとこの2つが両輪として、進みつつあるという状況でございます。で、各国でもですね、このオープンサイエンス非常に大きな話になっておりまして、オープン EU ですね、オープンサイエンスクラウドで作ったりだとか、あと G7 先ほどご紹介ありました通り、これも今回の仙台会合だけではなくて、
その前もこう大きな話題になってまして、またもっとずっと前 の, その、7年前 の, あの筑波ですねの時もオープンサイエンス結構大きなあのトピックスになっていますので、G7 はずっとこの案が浮かんできたというところもありますし、OECD、あとあれですね、あのユネスコがオープンサイエンス三国っていうのを、2021年、2年前になりますかね、出していて、あまあ、ユネスコ的といいますか、あの途上国も含めて、あのしっかり、まあ、その科学の成果を、まあ、皆さんに還元しましょうと、まあ、そんなコンセプトを出しています。まあ、そういうようなことの中で、まあ、特にですね、やると特記すべきかと我々考えているのは、アメリカはですね、あのどっちかというと、このオープンサイエンス、オープンアクセスの世界って、ヨーロッパは割と先行しているところがあったんですけど、アメリカが昨年ですね、これは論文と研究で、これ上の方ですね、オープンアクセスの方ですけど、方針、を出しまして、それで、かなりぐっと進めようとしているところがございます。で、まあ、そのこともありまして、今年の仙台会合というのはオープンサイエンス、非常に大きな話題になっております。で、それで、まあ、ちょっと最初のオープンアクセスの方をお話しします。まさにこれ今政府の方針にすべく、議論を進めているところであります。こちらは極めてプラクティカルな話で、まあ、これ一番最初の書いてあるその公的支援、これは、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、広く国民にしっかり還元する、そしてそれをもって、世界的、地球規模の中でしっかり応対するということ、これも一番原則でありますけど、やっぱり現実的な問題として、論文の広報、論文というか雑誌の購読料だとか、あと ABC ですね、掲載料がどんどん上がっていて、大学が研究者の財政を把握しているという問題、これは本当に現実に直面している問題としては、これを解決しないといけないことだとか、ございます。まあ、そういうことで、まあ、G7、このオープンアクセスも含めて、議論されたところです。でちょっとだけデータを示しますと、これはジャスティさんが作っていただいているデータなんですけども、例えばですね、これ、上位3社で学術ジャーナル購読支出の 50% を占めると、これは研究者の皆さんもよくご存知の3社ですね、A 社っていうのは、まあ、オランダですね、B 社っていうのは、イギリスですね、C 社っていうのは、まあ、まあ、そんなところでですね、非常に大きなシェアを占める会社がございまして、これはという感じですね、市場構造、それからあと価格の方なんですけども、特にこれ、まあ、右側の方からいきますと、じゃあ、電子ジャーナル、購読料です。こちらの方は、基本的に大学であれば、図書館が契約して、まあ、なんでしょうね、雑誌のバルクで、いくらと買ってまして、これをはこう上がってきて、ちょっとじわ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 ってずっと上がってきているということがあります。あとでちょっと少しお話しますけども、今、出版のビジネスモデルが学術出版のビジネスモデルが、いわゆる、ジャーナルを読む方ですね、図書館からお金を取るという方から、APC ですね、本を出す方からお金を取るという方に、だんだん変わってきて、要は右から左の方に、まあ、移って、ビジネスモデルが移ってきてまして、右からお金が、この真ん中の、この辺りから、これ決済公開、APC からお金を取ろうというのが、まあ、今の主流に、出版社としても主導だし、オープンサイエンスとしても主流になっているというところです。問題はですね、この APC がどんどん上がっていくのはいいというか、まあ、仕方ないとしてですね、今57億円くらいになりますけど、じゃあ、ビジネス転換するならば、この真ん中が上がるんだったら、この右側の購読料が下がればいいんですけど、こっちは下がらないで、真ん中が上がるということで、まあ、いわゆる二重取りという現象が発生しているというところがあります。であともう一つはですね、私の大きな問題だと思っているのは、契約の主体ですね。先ほど申し上げた通り、電子ジャーナル読む方は図書館が契約していて、ほとんどの財源が、例えば運営飛行金とか、こいつだったら運営飛行金ですよね、だったりするんですけど、でこの真ん中の方は、
それぞれの研究者の研究費から出すということで、まあ、財源は FA 経由のお金で、さらにはですね、お金がない人はですね、自分で私費で払っているような人がいる現状ということがありまして、これ非常に大きな問題になっています。で、特にその非常にいい雑誌ですと年間100万以上ということで、家計費の基盤 C が、まあ、年間100万ですから、もう1年分完全に投稿料だけ飛んでしまうということで、非常に評判悪い研究者からお声が上がっています。まあ、こういうのをどうやって構造的に解決しますかということになっています。で、それで、まあ、大きく、まあ、2つやり方がありますと。これはまず1つ目のやり方は、まあ、そういう出版社のプラットフォームですね、と違う法的なプラットフォームに、成果を載せてしまうということ、まあ、これいわゆるグリーンオープンアクセスと言われているものですけど、まあ、そういうのが一つの方法で、もう一つは出版社がこのビジネスモデル APC 転換してますけど、ね、この真ん中の方に移っていくけども、ちゃんと右側の方をちゃんと値下げさせるといって、この掲載公開の APC プラス購読料をワンパッケージの契約にする、まあ、いわゆるこれ転換契約と言われてますけど、そのワンパッケージの契約にすることによって全体を圧縮する、それを個別交渉ではなくて団体交渉で実現すると、まあ、これの2つのアプローチです、ということですね。で、最初の方 の法的なプラットフォームを別に作ってしまおうというのは、これはアメリカが割と一生懸命やってきてて、それからこの、転換契約の手段が団体交渉というのは、これはヨーロッパが一生懸命やってきた傾向がありまして、特にその後者ですね、団体交渉についてはドイツなんかは、まあ、かなり早い段階から、学長連合が、もうお互いの出版社とは一切取引しないぞとかいう非常に強い態度で臨んで、今この現在もまだ超えてきてないって問題ではあるんですけど、まあ、そういうことで臨んできているようなところもありますし、さっき言ったその一つ目の法的プラットフォームプラスその転換契約のアプローチとい こうミックスしたようなアプローチをやっているフランスみたいなスタイルもありますしね、いろんなやり方です。ただ今申し上げた2つのやり方の組み合わせをこうやっているということです。で、日本はどういうスタンスを取ろうかっていうのは、これは長い間の議論ですけど、今まで文科省の環境科学受信委員会だとか、あとはもちろん JCC さんもそうですし、SJ さんいろんなところの議論は、基本的にはそのグリーンと言いまして、公的なプラットフォームに載せることを推奨しつつ、その APC ですね、に支払いも許容していくというポジションでずっと来てまして、ここ大きく転換するということ、変化させるということではないというふうに考えています。ただ、我々一緒に大事だと思ってますのは、最後はちゃんと自分たちの公的プラットフォームがあるんだぞと言いつつ、しっかり出版社さんと交渉していく。で、何とかですね、いつかこう APC の方がどんどん上がってきたときにですね、対抗したくないということになりますので、そういうところでやっぱり公的なプラットフォームをしっかり使いつつというところは堅持しています。まあ、そういう意味ではグリーン寄りかもしれないですね、というところがあると思います。まあ、というようなことが、まあ、今まで日本でやられてきていたところです。で、やっぱり日本で今まで逆にやられてなかったことは何ですかっていうのは、今みたいなお話をそれぞれ FA さん、大学、JCC さん、いろんなところにやってきたんですけど、やっぱこう国として明確な方針を示してですね、ヨーロッパのような団体交渉にしっかり入るんじゃないかっていうのが大きなところでして、このあたりは今まさにドラフトしているところですけど、国レベルのオープンアクセス方針を明確に示して、だから交渉力の強化、体制ですね、団体交渉をしたりだとか、研究 DX プラットフォームを充実させたりとか、発信力を強化したりだとか、まあ、こういうことをしっかり体系的にやっていましょうということが、というものを、まあ、要は今までいろんなところで努力されたことをしっかり国として位置づけてやるということが大事かなというふうに考えております。
それでこうちょっと研究 DX バトンってこれ最近名付けたんですけど、JST さんもあのもちろん大きな役割を果たされていて、例えばこれ NII、ですね、これ RDC って書いてありますけど、まあ、どんな仕組みになったかというと、あの大学の皆さんがご存じで大学に基幹リポジトリがありまして、これをこう全体を集約する仕組みとして NIRDC があって、その上にサインがかかっていると。でサインもよくご存じだったんですね。あの、まあ、検索システムということで、基本的に基幹リポジトリの上に、載せていただければ、 あとは、まあ、シームレスにこのサインができて検索できる、まあ、これが日本の基盤システムですね。でというところで、 JST さんの方でやっていただいているのが J ステージって日本の学会のプラットフォームですね。それからそれの背景データをしっかり、管理します J ステージデータ、それから、昨年ですかからやってますプレプリントサーバーですね。このあたりは新しいサービスとして、新しいというかあの、別のサービスとしてやっていただいてます。でこれをですね、あのもう実務的にはあの NII、JST、あの非常に緊密な連携があるんですけども、しっかり、国としてもこの連携を位置づけて、まあ、研究 DX プラットフォームというような言い方、研究成果を発信するためのプラットフォームということでやっております。でまあ、それで、まあ、オープンアクセスに関する国民のメリットというお話なんですけど、これやっぱあのコロナが非常にあの大きなきっかけになってまして、またあれが素晴らしいことだと思うんですけど、各出版社も COVID-19 に関する、まあジャーナルあとはですね、基本的にオープンアクセスにして、これがぐっとあの、例えばワクチンとか治療法の解決というか、治療法の解決の候補っていう性格なんですけど、まあ、結構怪しいデータも情報もたくさんあったんですけど、一気に進んだっていうところがございます。まあ、こういうその知識の共有と普及の促進という側面、それから医療や公衆衛生の向上、それから社会的経済的な影響という、そういうさまざまな面からオープンアクセスへの何ですかね、あの注目が非常に高まったという背景がございます。でこちらの広島の首脳コミュニティですね。あの、なかなかあの、そこに入れるドキュメント入れるのは大変なんですけども、あの今回ですね、あの G7 はフェア原則に従ってオープンサイエンスを推進するということを意図的に入れておりますし、あとはあの大臣コミュニケーですね、これはあのこれは本当に要約でして、大臣コミュニケーション8ページか9ページぐらいだったと思うんですけど、その中で1ページがオープンサイエンスの話になっていて、アネックスですね、が2ページということで、相当な分量で、G7 コミュニティの中に入っています。もちろんそのオープンサイエンスの推進一般もそうですし、あとはあのオープンアクセスとの関係でいうと、あの G7 で公的資金による学術出版物およびファンクデータの即時オープンで公共的なアクセスを支援するということを G7 で合意したというのは非常に大きいことです。であとはですね、先ほど申し上げたインフラの総合衛生持続という点ということで、あの NII とヨーロッパ、ヨスクとの関係連携を G7 まで広げていきましょうと、まあ、そんなことが入ってきています。あの、あとこれも国の中の話ですけど、あの骨太方針でも明記されて、さまざまな措置を加速しておりますし、これは私どもの部局でやっている統合イノベーション戦略という感じですけど、そういう中でも結構な分量を示して、オープンアクセスの話は入れております。まあ、ということで、あの、まあ、今日もあのジェスティンシンポジウムですけど、ジェスティンさん非常に重要な役割を果たしておられて、我々もあのこれからもですね、そのオープンアクセスの推進ということにはぜひあのお力添えいただきたいというふうに考えております。で、あのここから先はですね、実はあのオープンデータ研究データの話になりまして、ちょっとまた違う話ですけど、重なる部分もあります。でここに入る前に、研究データの議論には2種類あって、あの論文の背景データ、あの特に研究者の方ですと、査読、最近の雑誌だと査読に入った時に、いやちゃんとエビデンスデータを出してくださいだとか、それを出したものはちゃんとリポジトリの上で公開してくださいだとか、まあ、そういう要件がつく雑誌ってすごく多くなってきていると聞いてまして、これはですね、どっちかっていうとですね、さっきのオープンアクセスの体系の中で、割とあの
まあ、てか管理されるものが、この割とどこの国もそういうことであります。で、こっちはもっと広くて、まあ、いわゆる実験データ、観測データ、もろもろのものの話でして、です。で、これもですね、もろもろで、そうする別と言いつつ、ただプラットフォームはですね、非常に共通してまして、先ほど言いました、NIRDC 研究データ基盤システムですね。で、の上で研究データ管理しますというのが、だからシステムはまた逆に共通という、そんな構造になっています。で、この研究データ基盤システム、別に NII だけが大事って言ってるわけじゃなくて、これとですね、総合運用性を持たせてですね、いろんな、まあ、プラットフォームですね、をつなげていきたいということを、まあ、国としての構想で考えていまして、右側ですね、SIP、データ EX っていうシステムを動かしてるか、ネットワークの考え方ありますけど、ああいうものだとか、あとは、今日も話題ですけど、バイオ系のデータベースもありますし、あとマテリアル、まあ、そういったものの個別分野のこう、まあ、さまざまなプラットフォームをこう、まあ、基本的にこうネットデータをなるべく合わせてですね、お互い検索し、お互いに届くようにという努力をしっかりするし、まあ、これがこの思想です。ということでですね、いろんな口では言うんですけども、皆さんプロの人たちをご存じの通り、この一つこの様式、システム間の様式を合わせるだけでものすごい苦労があるんですけど、いずれにせよそういうさまざまな苦労を地道にやっていきましょうということになってまして、で特にこの5年間ですね、力を入れているのは、なんか左側です、まあ、そういう世界を作る上で最初のステップは何かっていうと、ちゃんと研究者の方々に、自分が管理するデータって一体何なんですかっていうことだとか、名前つけたりとか、どこに置いてありますかとか、まあ、そういう基本的なデータですね。我々メタデータの共通項目と言っておりますけど、もうそれもしっかりつけていただく。とにかくこの基本契約の5年間はこれを頑張ろうということにしてます。で研究データ、すごく何でも研究データってこういう定義でして、これはあんまり概念としては意味がない概念なんですけど、この管理対象データっていうのは非常に意味があって、例えばですね、その大学や研究機関のデータポリシーで、規定されるというものと、あともう一つは外からお金が入ってますね、公募型研究資金が入っている場合はその公募型研究資金によって規定される概念がありまして、これをまあ、いずれにせよ何か管理する対象というのが決まってくるわけです。これを管理対象データと呼んでいて、そこにデータをつけるということですね。実はこのメタデータの付け方の共通って非常に難しくてですね、難しいんですけど、本当に最大公約複数的なところからまずは始めていただこうというのが我々の思想になっています。でそれでちょっと追ってます、まあ、こんな感じですね。これちょっといろいろあるように見えるんですけど、確かに書いてあってですね、ちゃんとどこからのお金ですかとか、名前つけてください、識別番号をつけてくださいだとか、研究所番号をつけてくださいとか、まあ、本当にそういうことですね。 でもちろんですね、よく研究者の方だとメタデータってこれがメタデータじゃないでしょって言って、その通りで、これメタデータの共通項目で、例えば分野ごとにこれにもっとダーッとあるし、まあ、機関ごとにもっとこういろんなものが部署名があるったりすると、 IT 国だとかいろんなものがついてきますけど、まずとりあえずこれがメタデータの共通項目なんて呼んで、最低限でも超えていることです。これは非常に FA さんや各機関の協力を得て、最低限超えということで、これになるべくこれは少なくとも組んでいただくということで動かしてきつつあります。で、ちょっと先ほどの確率ですね、で言ったように研究データの一部が管理対象データになってメタデータをつけると。で、あともう一つ、この公開共有という区分のお話ですけど、これも FA ごとに、あるいは共同的研究費ごとに、かなり区分、いろんな、なんていうんですか、細目というか、細かい区分あるんですけど、まあ、大雑把に分けて少なくともこういうものがあるでしょうということを言っています。公開データ、誰でも見れますということと、共有データ、そのうちの N が有限なということと、それとも全く外に出さないものと、まあ、この3つは少なくともあるでしょうということと、あとはもう一つ大事なことはですね、
とにかく公開することがいいですよってことは言ってないです。意味があって公開する、意味があって共有する、意味があってクローズドする、これはそれぞれ意味があってちゃんとやってくださいということで、公開は絶対しておりません。これははっきり今の方針などにしっかり書いてまして、そういうことで、ただその理由があってっていうところは、これも細かいところまで規定するのは大変なんですけど、例えばですね、個人情報、企業の秘密情報、研究の新規性だとか安全保障、まあ、こういうものですね、こういったものからしか考えてくださいということにしています、はい。まあ、ということで、これさっき申し上げたとおり2つ機関からの制約と要件と、ファンディングエージェンシーからの要件があって、データの共通項、まあ、こんなことになりますという話ですね。今口で申し上げて、メタデータつけるだけでしょうって、これそうなんですけど、これと実はやろうと思うととっても大変で、いろんなインセンティブを与えていまして、まあ、3つのアプローチと我々は呼んでますけど、まあ、機関、それから公募型の研究資金、研究分野の方から3つのアプローチをやってます。まあ、機関の方はですね、これ意外と政策手段あんまりなくてですね、とにかくその機関ごとにデータポリシーを作ってくださいねってことを一応言ってます。で、ただ大学に関しては今まだデータポリシーがあるところってまだ一桁なんですけど、まあ、少なくとも2025年までには国立大学についてはしっかり作りましょうということを進めてます。で、みんなこれはまさに今日のこの場もそうですけど、マテリアルバイオなどとかそういった分野から、あるいは学会なんか協力を得ながらやっていくってことも一応なんです。でもこれあと一番実効性があるのは真ん中ですね、公募型の研究資金で、まずはですね、私のところはその、ムーンショットですね、研究開発推進制度は積極的に先進的データマネジメントという概念でデータマネジメントを非常に強くお願いしています。それを SIP、 さらには、公募型の研究資金に広げていこうというか、2023年度目標って言ってますけど、もう立ってるんですけど、ちょっと目標達成できるかちょっと微妙というか、かなり難しいんですけど、いずれにせよその考え方を予防展開して、少しずつFA さんの協力を得ながらやってるという現状に、ございます。まあ、これ統合戦略で、やっぱりですね、これやっていくときは一番ボトネックってのはやっぱり非組織機関なんですね。でこのオープンアクセスの話も共通するんですけど、大学でだってメタデータをつけていたくれるための人がいないとか、あと図書館がですね、例えば先生方にお願いをしたりだとかチェックをしたりとか、意外とこの、全部システムでポッとクリックすれば終わるんじゃなくて、いろんなこの人的なですね、ものがさまざまあって、あとは規定を作るとかですね、そういう非常にプリミティブなところにですね、止まってまして、これは私もちょっと政策の体系は違うんですけど、研究に専念できる時間の確保ということの中に研究 DX、 データマネジメントというものを入れまして、それは例えばですね、地方大学の支援パッケージの中で連動させることによって、しっかり措置されるよというような調査をやったりしております。で、あともう一つはですね、こういう、まあ、分かりましたと、概念的なことなんですけど、これをさらにブレイクダウンしようと思って、よく大学の URA の皆さんからですね、実証料のたたき台を作ってくださいだとか、どういうものをクローズドにしたらいいか、なんか国として規則を作った、規則じゃないんだけど、ガイドラインを作っていただくとありがたいですねとよくお声聞くんですけど、ですね、これからこれよりブレイクダウンをしようと思うと、ローカルルールがものすごいんですよね。例えばライフ分野とマテリアルは全然違うし、海洋とあれは違うし、大学と研発は全然違うしということで、一気にローカルものすごい世界になってしまうので、今我々が学術会議なんかと協力してるんでやってますけど、まずはそのケースを集めてですね、そこから考えていきましょうということで、とにかく一生懸命ケース集めしてます。で、ムーンショットをですね、今もう時間がないので資料の方をご覧いただけたらいいんですけども、例えばムーンショットの JST から出してるやつで、相原先生ですけども、プラでですね、さまざまな臓器のデータをこう集約的に扱ってですね、データベースを構築してデータオリエンテッドな研究を進めましょうということで、全面的にこれ NII、 もちろん JST、
それから相原先生のところでタッグを組んでやってらっしゃるものですけど、まあ、こんな形でやっておられたりだとか、それぞれの工夫で FA さんの方で工夫をしておられます。まあ、ということで特に研究データの方はですね、やっぱりこう抽象度高いので、まずさまざまな事例を集めたり、さまざまな経験を蓄積するということを今頑張ってやっておりまして、ムーンショット研究開発推進所でもですね、今、2年、3年続けてきまして、今いろんなノウハウが分かってきました。一つは例えば民間企業さんに例えば NIRDC のシステムを無理やり使っていただくってことは難しいなということで、もうちょっと緩やかなアプローチをした方がいいんじゃないかだとか、そもそも FA 特に経産省などなんかは独自のシステムをすでに組んでおられるんですね。でそこに新たな仕組みこれを入れようとするとものすごい調整コストがかかるので、もうそもそも次のステップからシステム連携を考えていきましょうとか、いろんなことがですね分かってきておりまして、まあ、なんか一筋縄でですね無理やりやるっていう世界じゃないのかななんていうふうには思っております。すぐちょっと時間になりましたのでここで終わらせていただきますけど、特にですね発展途上なところもありますので、ぜひですね皆様方からのご意見ご批判をいただければというふうに考えております。私から以上でございます。